おう、来たな、桐生。今回はちょっとした報告があってな。少しかかるが、時間は大丈夫か？ああ、大丈夫だ。報告ってのは他でもねえ、秋山のことなんだ。秋山？何かあいつの近況が分かったのか？ああ、どうやらいつの間にか日本を出てたらしい。ちょうど東条会と近江連合が大解散した頃だ。だから4年くらい前になるか。秋山のやつ、それっきり。ああ、俺も使えるつては全部使って探してみたが、いまだに音信不通だ。で、こいつは噂レベルの情報だが、秋山はシンガポールで何度か目撃されてる。あの国は方々から投資が活発だし、あいつみたいな男には居心地がいいんだろう。そんな長いことを留守にしてるんじゃ、もうカムロ町に戻る気はなさそうか？あいつはずっとお前が生きてるはずだって俺と会うたびに疑ってきてたよ。俺が一枚噛んでいることも察していた。何度もとぼけているうちにいい加減愛想をつかしてったかな。先に秋山と距離を置いたのは俺らの方さ。大道寺との約束ってのはそういうことだ。そうだな、分かってる。俺があいつに文句を言えるわけもね。達者らしいって分かっただけで御の字だよ。もともとあいつに会うのは危険だと思ってたんだ。ヘラヘラしてるようで鼻が利きすぎるからな。いつもみたいにニアミス狙ってお前を引き合わせたら、きっとすぐに見抜かれてた。そうなるといよいよ大道寺も黙ってねえだろう。なるほどな、そろそろ潮時ってわけだ。もう十分やってくれたよ、伊達さんは。太一や和樹、雄也たち、まさかの狭山とも会うことができた。またそういうつもりで呼び出したんじゃねえ。逆だ。ここまで来たんだから、もう一歩踏み込まねえか。ん？どういう意味だ？ぶっちゃけた話、大道寺はもうお前が誰に会おうが問題ないと思ってる。俺はそう見てるが、どうだ？実際一歩からクレームは来てねえんだよな。まあな。それって一派が俺らの動きに気づいてねえか、もしくは気づいた上で目をつぶってくれているかだ。だったらよ、最後にお前が一番会いたい相手に思い切って会っちまおう。もちろんそれは遥だよな。自分が死人になって世間との関係を断ち切る、お前から大道寺に言い出した約束だ。それを自分から破るってのは、まあなんていうか褒められたもんじゃねえ。でもよ。待った、伊達さん。ん？なんだよ。この店、いつからこんなに静かだった？外からも全然人の声が聞こえてこねえ。もしかして大道寺一派か？いや、見たことねえ連中だ。だが少なくとも一緒に仲良く飲もうってことじゃないらしい。どうした？こっちはいつでも構わねえぞ。来い！何者なんだこいつら。ただのチンピラじゃなさそうだったぜ。全員プロの動きだ。
まだ終わってなかったか。ん？お前。そこに倒れている連中はハンピン・リューマンの中でも白面と呼ばれてます。金さえ払えば誰にでも雇われるし、ありとあらゆる暴力を受け負ってくれる。なんでお前がここにいるんだ、秋山。この人数の白面に襲われて無事に切り抜けるなんて、そうそうでいうことじゃありません。そしてさっきの戦いぶりを見れば間違いない。もうおとぼけはなしに願いますよ、キリュウさん。久々だってのに冷たいもんだ。口も聞いてくれないんですか。お前がこいつらに俺たちを襲わせたのか。ねえ、今まで伊達さんには何度聞いてもキリュウさんは死んだの一点張りでしたからね。こうやって現場を抑えないとまたとぼけられちゃうでしょ。だからってお前。じゃあ聞けば素直にキリュウさんのことを教えてくれてました。あ、いや、それは。ほらね、またこれだ。秋山、お前何を。人をバカにしすぎでしょうが。あんたら二人して、あんたが簡単に死ぬ玉じゃないってな、俺にしてみれば分かりきったことです。案の定、大阪で東条会と近江連合が解散した時は死んだはずの桐生一馬が出てきたって聞きました。きっとも何かしらほとぼりが冷めたんだと思いましたよ。ところがまたそれっきり音沙汰なしです。桐生一馬の復活は都市伝説じみた噂でしかなくなった。俺にも何一つ連絡なし。極道じゃないから部外者ってわけですかね。だったらどうして今日はここに。どうやってこの場所が分かったんだ。神室町にいる友人に頼んで、ずっと伊達さんに変わった様子がないか見てもらっていました。伊達さんならきっといつか桐生さんと接触すると信じてね。そして先日、伊達さんが頻繁に偉人町の特定の店に出入りしてると聞かされました。あとは日本に帰国して最善を尽くした結果、ようやく今俺はこの場所に立っている。次はそろそろそちらが説明をする番じゃありません。なんで俺が死人にならなきゃいけなかったのか、そのことについてか。納得のいく説明をお願いします。この森を呼んでシラを切るのはなしですよ。なあ、もういいだろ、キリュウ。俺はまた秋山に殴られるのはごめんだぞ。まだ謝りませんよ、俺は。もう一発行きたかったのをなんとか抑えてんです。よせよ、冗談じゃねえ。わかったよ、全部話す。どうやら俺たちの負けだ、秋山。なるほど、そうでしたか。じゃあ桐生さんは遥ちゃんや春人君を守るために大道寺一派と密約を。ああ、俺は自分を死んだことにして、一切の口をつぐむと誠意を見せなきゃならなかった。伊達さんはその約束の場に居合わせてな、証人になってもらったんだ。ずっとお前に事情を話せなかったのは俺のせいだ。責めるなら俺を責めてくれ。責められるわけないでしょう。今度は病気でもう長くないって言うんだから。悪いな。この話をするとみんな文句も言わずにいたわってくれるんだ。やれやれ、やっぱり分かっててやってるんですね。お前こそずっとどうしてたんだよ、秋山。俺に挨拶もなく長いことカムロ町を開けてたろ。ご存知かどうか、俺は女の子に惚れっぽくて、その子を追っかけて気がついたら遠い異国の地です。おかげさまでのんきに羽を伸ばしてましたよ。
皆さんがご苦労してるとこ申し訳なかったですね。へえ。けど俺が調べさせたところによると、お前が出国したのは東条会の解散直後だ。あの頃町の浄化を謳った都知事の参詣作戦もあって、組織の後ろ盾がない人間は居場所をなくしてった。となるとお前も警察とかに目つけられて大変だった口じゃねえのか。そう思ってたなら少しは助けてくれてもよかったんじゃありません。俺の扱う金はグレーゾーンの部分も多いもんでしたね。それを守るために世界中に分散させる必要もあった。で、行き着いた先がシンガポールか。さて、シンガポール？誰がそんなこと言ってるんですよ。え？違うのか。違いますね。だからって本当のことも教えませんけど。なるほど。こっちが秘密を持ったせいで秋山も心を開いてくれなくなった。そんなケチなことは言わねえよな。ケチで結構。俺は金貸しなんですよ。さっきなんか金で雇ったハンピン・リューマンを差し向けてきた。そういや、孫妃にクレーム入れとかなきゃな。仕事はちゃんと、襲う相手を確かめてから受けろってな。まあとにかくあんたたちにも秘密の事情があって致し方なかったのは分かりましたよ。けどそれでも俺らの中でしょ。一緒に何度も極道を敵に回して危険をくぐり抜けてきた。挙句のけものにされてムカついてないかと言われれば答えはノーですね。もう俺らのことは責めないんじゃなかったのか。だってこっちから頼んだわけでもないのに勝手に重い十字架をずっと背負ってたなんて、水臭いにも程がある。わかりましたよ。もう責めませんよ。その代わりまた近くで見届けさせてもらいます。うん。発端は大道寺の任務だったとはいえ、桐生さん、またでかい山を踏んでるんでしょ。そんな話を聞いて知らん顔はできません。気持ちはありがてえが、そうなるといよいよ大道寺との約束は形だけになっちまう。そもそもその約束ってもう一生日の目を見ずに過ごさなきゃいけないんですよね。他にやりようがなかったんですか。あったかもな。だがあの時は状況が切羽詰まっていた。俺は死人になって生きたことないんで分かりませんけど、その孤独や寂しさは察するにあまりあります。遥ちゃんや春人君とも二度と会えないんですよね。そのつもりだ。いや、おい桐生、それについてはさっきも話したろ。もしお前が直接遥たちに会っても大道寺一派は見逃してくれるかもしれねえ。一目でもいいんだ。約束を守るのは確かに立派だが、いいのか。お前に残された時間はもう。分かってる。だからこそだ。あ？今の俺と遥たちがあってどうなる。どの道そう遠くねえ日に俺は死ぬ。あいつらにしてみりゃ二度死なれるようなもんだ。どっちにとってもいいことはねえ。それはどうなんですかね。うん。俺は今日会えてよかったと感じてますよ。ずっと胸に仕えてたもんが溶けて消えました。少なくとも会わなきゃよかったなんてことは断じてありません。あんたさ、桐生さん、俺の人生を変えるきっかけをくれた人なんです。どん底まで落ちた俺にチャンスを与えてくれた。もちろんあんたは意図してたわけじゃない。そして何の記録もなくしてた俺は、同じ町でどんな敵を前にしても戦う一人の男の存在を知った。だからそうですよ、桐生さん、あんたは俺にチャンスだけじゃなく生きるための勇気もくれたんです。そんなあんただから俺はこうやってわざわざ見つけ出した特別な存在なんですよ、俺にとっては。そしてき
っと遥ちゃんにとってもね。もうよしてくれ秋山、俺はそんな大層なもんじゃねえ。そうなんですか。もしかしたら遥たちに会えば死ぬのが怖くなる、そう思ってるだけの臆病者かもしんねえぞ。キリュウ、お前あの堂島の竜にも怖いものがあるんだとしたらそれはそれで勇気づけられます。たくああ言えばこういう器用な野郎だぜお褒めいただき光栄です。心の準備をしておくんだな、キリュウ。この次はゲストとしてハルカを連れてくる。もしかしたらハルとも一緒にな。本気なのか。出なきゃこんなこと口にできるか見直しましたよ、伊達さん。俺にできることがあれば言ってください。そうかい。じゃとにかくこれで仲直りの乾杯でいこう。いいですね、そうこなくちゃ。まあとりあえずな。